こんにちは、緑川です。いつもリカチャンネル編み物部の動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今日ね、2021年4月5日はリカチャンネル編み物部1周年の日なんです。はい、昨年のね、4月5日から編み物の動画の投稿を始めました。一番最初は、はい、0人からね、始まりました。チャンネル自体はね、もう随分昔に、アカウントを取っていたですね。放置状態だったんですけれども、昨年のね、コロナが始まってから、いろいろ思うところあって、編み物動画をね、始めたんですけれども、無事にね、1周年を迎えることができました。はい。1年間ね、本当に応援してくださった皆様、本当にありがとうございます。よく自分でもね、頑張ってこれたなと思います。昨年の1万人、年末にね、1万人になった時には、本当に月にね、1回ぐらいしか投稿を休んでいなくて、ほぼほぼね、30日間、数ヶ月という単位で、走り続けました。で、今年になってからはね、月に、はい、2日ぐらいとか、はい、少しはね、お休みするようになったんですが、投稿がお休みになってもね、ずっとね、編み物は続けています。で、かぎ針を持たない日はないという感じで、はい、持たないとね、落ち着かないという感じで、はい、編んでいます。マイペース、マイペースと心がけてはいるんですが、編みたいものがね、次から次に浮かんでくるのでね、手が追いつかない状態ですが、本当にね、1年間いろいろありましたが、楽しく楽しくね、動画を続けることができました。またね、今日から新たにまた1年間ね、次の1年間を頑張っていきたいと思っています。社長ともどもね、よろしくお願いいたします。で、今回ね、1周年記念何を作ろうかなと思いまして、こちらの糸でね、トートバッグを作っていこうと思うんですね。で、こちらセリアさんで買っていたニューキラリという糸で、ピカピカのね、糸ですね。色ナンバーが2番、こちらね、ゴールドもあります。ポリエステル 125g、 94m、 こちらを引き揃えていこうと思います。そしてこちらがダイソーさんのレースヤーングリッター20番太とレース糸ラメホワイトシルバー、こちら綿が97、ポリエステルが 3% のレース糸になっています。こちらね、色番号は19番のホワイトシルバーですね。それからダイソーさんのトルコ製アクリル系と並太ソフト 40g 68m 350番のパールグレー68m 入りですね。こちらの3種類を引き揃えて、少しね、大きめのトートバッグを編んでいこうと思います。で、先にね、ハンドルを編みました。でね、ハンドルはこちらです。で、こちらのハンドルの編み方は別途動画になっています。上と下にリンクを貼っておきますので、そちらをご覧になって編んでみてください。とっても詳しく丁寧にね、わかりやすく説明しましたので、ぜひね、編んでいただければと思います。すごくね、かっこいいんですね。はい。こういう風にね、螺旋状になります。こちらは、細編みの引き上げ編みで編んでいますね。はい。そして、ここが平らに仕上げて、内側に縫い付けようかなと思っていますね。はい。で、こちらは、毛糸1本とこちら1本のこれとこれの引き揃えで編んでいます。こちらはね、本体にだけ使おうと思っています。で、こちらはまたね、縫い付ける時にサイズなどまたね、お伝えしようと思います。こちらもね、はい、編んでいくことになります。今回の動画ではこちらの作り方はいたしませんので、リンクの方をご覧になってね、ぜひ編んでみてください。で、こちらの3本を引き揃えして、少し大きめの、はい、そうですね、最後にはちょっとラブリーになるんですが、はい、やっていこうと思います。ではね、糸の準備をいたします。はい。で、こちらの3種類でバッグの底から編んでいくんですけれども、これね、さっきの、ハンドルの残りですね。はい。で、
こちらの毛糸が、ハンドルで1個と少し使って、これ少し使ったんですね。こちらが2個目になります。はい、ハンドルも含めてになりますね。ハンドル1玉と少し使いました。そしてこちらがハンドルを編んだ残りです。少しね残りました。はい、でこちらはあの新品ですね。この3本で編んでいこうと思います。はい、このようにねすごい綺麗な引き揃いになりましたね。ラメ感がたっぷりです。こういうモール糸編むのはね、こうメタリックのこういうモール糸は初めてですね。はい、あの前にねキャロンラテケークでモールっぽいモヘを編みましたが、これはねポリエステルで、あのまた違う感じですごくねキラキラして楽しみです。そして、かぎ針は9号を選びました。でもね、1周年の日に何を編もうかなってすごく悩んでいたんですが、このちょっとね華やかな感じの糸でね、あの普段使いのトートバッグをね編んでみようと思います。で今日はね、少し、ほんのちょっとだけ、定番ではない編み方で八角形を編んでいこうと思いますね。はい、まずは円の作り目をします。指2本ぐらいの大きさがあるといいかなと思いますね。はい、で最初は長編みで進めます。はい、で一番最初の段は長編み3目の玉編みを8個作ります。間に鎖2をいたします。まずはね長編みの立ち上がり、長編みの立ち上がりは動画にまとまっていますので、はい、リンクを貼っておきます。初めての方はそちらをご覧ください。今長編みの立ち上がり途中までいたしました。3目の玉編みなので長編みを3目の途中まで編んで、はい、ここで一気に絞ります。間に鎖編みを2つ編みます。はい、そしてここね分かりにくいので、今3目編んだここが頭、はい、マーカーをしておきます。はい、また長編み3目の玉編みをいたします。全部で8個いたしますね。はい、1回2回3回と編んで、かけて絞って鎖を2つ、はい、玉編みと玉編みの間は鎖編みを2ついたします。もう1回やってみますね。長編みの途中を1、2、3編みました。はい、ここでかけて閉じて鎖を2、はい、ではこの玉編みが8個になるまで編んでいきます。はい、長編み3目の玉編みを8個ね、 1、2、3、4、5、6、7、8個編みました。そして最後は、鎖2で終わるところですけれども、鎖1と細編み1で終わります。ここに鎖1をして、マーカーのところには細編み1をして、鎖編みの代わりにいたしますね。ここの真ん中で終わるためにこのように編みます。そして後ろをね引き締めましょう。尻尾さんをちょっとねこのラメがね引っかかるので、無理してねなんかブチッと切れないように、はい、じわじわねいくといいかなと思いますね。はい、マーカーを外します。はい、でこのようにね玉編み3目の長編み3目の玉編みが8個で、間に鎖2の1段目が終わりました。割とねこれでこう長編みだけどしっかりするかなと思うんですね。はい、それでは2段目に行きます。はい、2段目も1段目と同じ要領です。やっていきます。まずここに玉編みをいたします。はい、長編みの途中を3回、はい、はい、でここはこれで終わっておきます。はい、そしてここがね頭になるので、ループのすぐ下ですね、かぎ針に刺さっている入っているループのすぐ下のここが頭です。
マーカーをつけておきます。でここはこれで終わって次に行きます。次はここですね。ここの鎖2をした隙間に編んでいきますが、次に行くときに間に鎖2をします。そしてここにまた長編み3目の玉編み、かけて閉じます。はい、次に鎖編みを2つ、同じところにまた同じ玉編みをいたします。はい、これがパターンになります。かけて閉じます。はい、これがパターンですね。1つの隙間に玉編み、鎖に玉編みになります。はい、もう1つね編んでみます。まず次に行くときに必ず鎖編みを2つ、次の隙間に玉編み、かけて閉じて鎖2をして、同じところにもう一回玉編み、このパターンですね。はい、1箇所に長編み3目の玉編み、鎖に同じ玉編みというのを繰り返していきます。左の方まで来ました。それぞれのこの1段目の空いたスペースにね、玉編み、鎖に玉編みとね編んできましたね。そして、最初で最後ですね、一番最初は左側の玉編みしかしてきていないので、右側をこれから編んで完成にします。でこの7番目が終わって、鎖に押したら1番目のマーカーが入っていたここにまだ編んでいなかった玉編みをね、最後の玉編みを編みます。はい、そして閉じて、はい、そしてまたここは鎖2で終わるべきところ、鎖編み1と細編み1で終わります。ね、マーカーをつけておくとね、すぐ分かっていいですよね。はい、このようにねなりました。もうねキランキランで可愛いですね。これ大きくなったらすごく眩しいあのバッグになりますよね。あの目立っていいですよね。あのうちのね近所はね、たびたびお話ししてるんですが、幹線道路が2本あってね、非常にあの交通事故の多いところで、あの歩道はちゃんとあるんですけどもね、あの往来がとても多いので、白バイ警官さんはもううちの建物のすぐ隣のところにねいつもいらっしゃいますし、あの歩行者に注意する、はい、白バイの人も多くて、常にねあの白バイさんがねいるんですよね。はい、警察官が多い地域です。はい、なのでね、うん、こうやって目立った方がいいかなと思ってね、はい、あの乱暴な運転手さんにあの目立ってね、私のところに来ないように目立ちたいと思います。はい、それではね次を編んでいきます。次からは少し変わってきます。はい、それではね、まずねここに長編みを2つ編みますね。3段目長編みを2つ、はい、ちょっとねピーポーで中断しました。はい、3段目の最初は長編みを2つ編みましたね。普通長編みですね、玉編みではなく普通長編みを2目編みました。はい、はい、でその次なんですが、この空いてる隙間、ここに長編みを3目編みます。はい、空いているところに長編みを3目編みました。そしてここ
次のスペース、ここは今度ね角を作るんですね。長編みに鎖に長編みにと編みます。長編みを2鎖に長編みを2編んで、この鎖2でね角になります。ここはもう長編みですね。この3段目からは長編みですね、はい。そして、はい、この後はここに長編みを3というパターンになっていきます。はい、このパターンですね、角のパターンと長編み3のパターンです。ここには隙間に長編みに鎖に長編みにを編んで、次のスペースには長編みを3編みました。これとこれを繰り返し編んでいきます。もう一回やってみますね。はい、次は角を作ります。長編みを2鎖を2長編みを2、はい、次は長編みを3本編みますね、はい、はい、このパターンを繰り返します。はい、角の部分とまっすぐ部分ということになります。はい、このようにね角があってまっすぐ、角があってまっすぐというふうになっていきます。ではね一周していきます。はい、3段目のね終わりのところに来ました。今ね、角が終わって長編み3で終わったところで、始めで最後の角をこれから作るところです、ね、このマーカーの入っているここに最後の長編み3、長編み 2ですね、長編みを2本編んで、はい、ここはね角なので鎖2で終わるところ、鎖1と細編み1で終わりますね。角の真ん中で終わるためにこんな風にね便宜上編みます。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。はい。ね。はい。そしてやっと八角形になりました。はい、そうなんです。八角形にしたかったんですね。はい。でまあバッグなのでしっかりしたかったので、はい、ここはね中心は玉編みにしてみました。これ普通の長編みだとね一本取りだとちょっと弱いので、はい、でも今回ポリエステルのこのラメとレース糸が入ってますのでね、はい、しっかり目になってきたかなと思います。よかったです。はい、それではね4段目をやっていきます。まずは、はい、ここに細編みを1編みますね。最初のところにマーカーをつけておきます。そしてこの段はね細編みを編んで編み地をねちょっとしっかりさせようかなと思います。で今ねこの隙間に細編み中いたしました。でこの次なんですけど、土台を見ていただくと長編みが7本ありますね、はい、これにそれぞれ細編み中を編んでいきます。2、3、2ありますので、はい、それぞれに細編みを編んでいきますね。1、2、3、4、5、6、7、はい、7編むとここに来ました。で、ここの編み方は細編み1、鎖1、細編み1とします。細編み1、鎖1、細編み1、はい、としました。もう一回ここやってみますね、はい、ここに長編みが7本あることを確認したら、はい、1つずつに長編み、細編みを入れていきます。細編みの1、2、3、4、5、6、7、はい、隙間に来たら
細編みを1、鎖を1、細編みを1と編んでいきますね。長編みの間にこうやって細編み入れた方がね、丈夫になるかなと思うので、このようにやってみます。はい、このような形になっています。はい、はい、これね、オクタゴン、八角形になっているんですね。はい、綺麗ですね、すごい綺麗。はい、それではね、今、ここはね、7つの細編みが終わったところなので、マーカーをつけていたここ右側の細編みがないので、ここの1目目の方に細編みを1つしてあげて、でここが鎖1で終わるべきところなんですが、細編み1で終わって、はい、鎖編み1の代わりといたします。ここですね。このようにね、綺麗な八角形になっています。はい、それではね、1,2,3,4 段目が終わって、これから5段目です。5段目は長編みをしていきます。今細編みを1をしたこの隙間に長編みを1つ編みます。はい、マーカーをしておきます。ここはこのまま未完成で進みます。はい、そしてここなんですけど、下にね、細編みが789個ありますね。はい、に編んでいきますね。はい、9編みましたら、次がこの細編み1、鎖1、細編みのここですね。はい、さっきね、ここで細編み1、鎖1、細編み1をしたところに来ています。はい、ここがさっきの鎖1の穴ですね。ここに長編みを1、鎖を1、同じところに長編みのを1といたします。はい、こうですね。はい、前の段、ここの角のところ、細編み1、鎖1、細編み1とね、編んでいましたね。そこに長編み1、鎖1、長編み1をしました。もう一回やってみます。はい、すぐ隣の細編みから針を入れて長編みをやっていきます。順番にやっていきますね。はい、そして次が、ここがね、間空いてますから、長編み1、鎖1、長編み1と編みますね。はい、はい、でこのね、空いてる鎖1を今鎖1で開きましたけれども、こ
ここの間の長編みの本数は 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11本ですね。はい、こちらも数えてみますね。これはここですから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11本ですね。長編みが11本あったらスペースが来て、長編みが11本あったらスペースが来て、なので今ね、もう長編みがこれがカウント1になるので、ここから順番に編んでいきますね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 まで細編みの頭で、そしてここで鎖編みのところが来るから、このちょっとね見にくいんですけれども、ここに鎖があるんですね。ここに長編み1、鎖1、長編み1と編みます。はい、もしね分かりにくい場合は、あらかじめここにマーカーをつけておくといいですね。さっきの細編み1、鎖1、細編み1の細編み1の隙間が見にくいようなので、こんな感じでにつけておくといいですね、増し目をするところ。はい、そして今編んだところを振り返って数えると、このスペースから長編みが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 11個ですね、この隙間までという感じになります。で、今ね長さをね測ってみましょう。長い辺同士が 24cm、 短い辺同士で 22.5 ぐらいですね、22.3 になっていると思います。で、これねバッグのトートバッグの底、はい、これでそろそろねいいかなと思うんですよね。で、大きくしたい方はもう一段4と5を繰り返していただいてもいいんですけれども、私はこの次に、側面に移っていこうと思っています。はい、側面にね移っていきます。で、はい、ここからは、普通にね全部の目に細編みをしていくんですが、ここまでねやってみます。はい、まず今長編みの上にいますので、そこに細編みを一つ、そして順番に細編みをしていきますね。角のところまでずっと細編みをしていきます。そしてここのね角に来ました。はい、ここね今まで開けていたところなんですけれども、ここね飛ばします。スキップして長編みの頭だけに細編みをします。はい、スキップしました、ここね。そしてまた長編みの上に細編みを編んでいきます。もうね側面に入るから、ここからね編み方が変わります。あと長編みだけだとちょっと柔らかいなと思いますので、こうやって細編みを入れていこうと思いますね。はい、で今ね長編みの上に細編みをして、ここが1目スキップしてきたところなんですけれども、これはね八角形にするために開けてきたんですけど、ここから側面なのでこの鎖位置をスキップして長編みの方にもう細編みをいたします。
でまた細編みを編んでいくという感じで、ずっと細編みを編んで、はい、このあの鎖1のここが来ましたら鎖1をスキップして長編みだけに細編みを編んでいくということになります。はい、段の終わりは細編みの時ね、後ろから針を入れてループを取って、ループをね後ろに連れてきてキュッと引っ張って終わっておくと綺麗になります。はい、はい、このようにね側面が、はい、立ってきました。はい、はい、ではね次は長編みを編んでいきます。1目に1つずつになりますので、はい、ここからはねもう気にせずにどんどんね、編んでいきます。まずはこの段は長編みですね。はい、この段は 1,2,3,4,5,6,7 段目ですね。はい、7段目は下の細編みの通りに編んでいきます。はい、増し目ありませんのでこの段はずっと下の段の細編みに従って編んでいきます。はい、この後の段なんですけれども、あの増し目減らし目なしで細編みの段長編みの段を、はい、好みの深さになるまで繰り返してこようと思いますね。はい、次は細編みになりますね。今こんな感じです。はい、すっごい綺麗ですね。はい、であの後ろを見るとね八角形、はい、の模様があって、そして自然に丸になっていく感じで、はい、ちょっとねそここだわってみました。はい、でこのままねやっていきます。でこのラメがね90何メーター入りで94メーターも入ってるんですね。でこれまだね、まあ、ちょっと量は分かりませんけどまだまだ残っている感じで、これがねもうあと数センチはこれでいけそうなので、まあこれ一応ね私今回セリアさんで4個を変えていますので、はい、あのどれぐらい2個ぐらいで足りるのかもしれないんですけれども、このままねある程度の大きさに育てていって、はい、バッグの本体にしていこうと思います。はい、それではね頑張って編んできます。はい、そろそろねちょうどいいかなと思うところまで編んできました。はい、で、はい、ここがねの引き抜きのつなぎ目のところです。はい、割とね遮光せずに、はい、できたかなと思います。で、深さをね測ってみようと思います。この長編みの、はい、ここからね測ってみますね。そうですね、およそ26センチぐらいに、はい、なっていますね。26センチ、はい、それから横、はい、あ、ちょっと足りないですね。そうですね、およそ37.5センチぐらいですね。約38センチぐらいに、はい、なっています。結構ね、十分な大きさになったかなと思います。ね、中に入れて、はい、編んでましたけれども。はい、で、ここからなんですけれども、縁編みをしていこうと思います。で、まずですね、今長編みの段で終わっているんですけれども、次は、今までで言うと、細編みの段なんですが、これまでの細編みは普通にね頭の2本を取ってきたんですけれども、
ここは向こう半目だけをすくって細編みを一周してきます。はい。でその次の段でね、フリルを編みたいなと思ってるんですね。はい、今回はフリルをつけようと思いますね。はい。キラキラの上にフリルをつけてテンションが上がるバッグにしたいなと、はい、思っていますね。で向こう半目に細編みをしていきます。はい、細編みの頭2本ある向こう側だけをに針を入れて細編み、向こう側だけに針を入れて細編み、このようにね編んできます。はい、このように一周編んできます。向こう半目をすくって一周ねしてきました。はい、でマーカーのところに針を入れて後ろにね連れていきます。はい、はい、向こう半目を編んで一周して引き抜いてね輪にしたところです。そして、次の段で縁取りをね編んでいきたいんですが、今までと逆の右方向にバック細編みをしていこうと思います。でバック細編みをする場所なんですけれども、普通は細編みの頭にしていくものなんですが、今回は今編んできたばかりの半目残した頭、ここですね、ここに隙間がありますね、頭と足の間、はい、ここに、はい、ちょっとね大きめの感じで編んでいこうかなと思います。ではねやってみます。最初にここですね、はいはい、頭ではなく半目の上の足との隙間ですね、はい、一つ前の段の頭に編んでいるということになります。次もここですね、ここに今編んだ細編みがあって足があるんですが、ここが取ってきた半目ですね、ここのところに、はい、頭の穴がありますので、ここにね針を入れていきます。ま、あの前の細編みを包み込むような形でのバック細編みになります。穴はね割と大きく開いてるので針はね刺しやすいかなと思います。こんな感じのね見た目になっていきます。少しね硬さも出てきますね。前の段の細編みを全部包み込む形で今ねバック細編みをしていますので、しっかりした縁取りになっていくと思います。はい、最後のねあのところまで今ね編んできました。で一旦ここでねあの糸始末をしてしまおうと思います。で今日はねこのかぎ針のままこんな風にねしてみようと思います。ちょっと後ろを向けて、はい、そして普段針で通すことをかぎ針で、はい、やっていこうと思いますね。ここに針を通して、ここはこの1目目の糸に入っているこちら側の糸になるんですけど、普段は針を通しているところですね、とじ針をここに連れてきて、はい、そしてここでね糸を切ってしまいます。そしてここに抜くと、糸がね引っかかった、できましたね、はい。で、見た目をね整えます。今ねキュッて引っ張りすぎちゃったので、はい、そうするとね綺麗になることが分かったんですね。はい、これすごく簡単でいいですよね、はい、そしてここで、はい、一旦これはね始末をしてしまいます、は
はい、でこれで一応バッグの本体の部分はできましたので、この状態でいいなという方は、はい、ここで終わって取っ手をつけるところに行く感じですが、私は今回ね、ここに残してきた半目にね、フリルを編みつけたいなと思っているんですね。なのでちょっとね、これからやっていこうと思います。だと思うんですよね。はい、ここが最後、ここが1番目です。はい、すごくね、簡単に綺麗になりました。で、針が出ましたね、やっぱりね。はい、こんな風に針が出てくれました。で、この後にフリルを編んでいこうと思います。まずは、はい、針で始末できる分残して作り目をしておきます。はい、そして1目目のところに針を入れて作り目を連れてきて、一旦鎖編みでキュッと締めて固定しますね。はい、そしてここで長編みをいたします。長編みの頭にマーカーをつけておきましょう。はい、そしてもう一回長編み、はい、2つずつね、編んでみます。次の半目に長編み、長編み、前の目にしていってみようと思います。で、このフリルはもう一段ね、編もうと思いますね。これだとちょっと幅が短いなと思いますので、一周したらまた次、はい、やりたいなと思っています。フリルの段がね、今ね、最後まで2つ編み終わったところですね。途中でね、この辺でね、レース糸が、はい、終わっちゃいましたね。白いね、ラメ入りの細いダイソーさんのレースフトっていうのが終わってしまったんですけど、私ね、それ最後だったんですね。だから、はい、ないまま、はい、そのまま編んできました。ではね、ちょっと後ろに引き抜きます。で、もう一段ね、フリルの段を編んでいこうと思います。はい、フリルのね、一段目が終わったところで、こんな風にね、はい、短いけど可愛くなりました。はい、で、私はね、もう一段フリルを編もうと思います。まずは、はい、一番目の目に長編みをまずね、編みます。はい、マーカーをしておきます。そして二段目は、1目、2目、1目、2目とね、編んでいこうと思います。はい、次は隣の長編みの頭に長編みを2本編みますね。はい、このようにね、こちらは1本、次は2本と編みました。で、次の長編みの頭には長編みを1本、次の頭には長編みを2本編みますね。はい、次は1、次は2という感じで編んでいこうと思います。で、両方やってみたんですね。1目ずつ編んでみると、2目ずつ編んでみるっていうのをね、2段目で先ほどちょっとね、動画を切ったところで試し編みをしたところ、1目ずつだと物足りない感じなんですね。で、2目ずつだと、ちょっと多め、可愛いんだけど多めと思ったので、はい、1212が多分一番可愛いフリルかなと思います。はい、フリルのね、2段目が編み終わりました。ではね、1目目に引き抜いて糸始末をしてしまおうと思います。これで無事に本体がね、終わった感じです。はい、そう、ラメがね、終わりましたねちょうど終わりました。はい、
このようにね、後ろに引き抜くと表はね綺麗なので、はい、この終わり方もおすすめです。糸始末がね終わりました。こんなに可愛くなりましたね。はい、あの2段目はね1目2目1目2目でしたけれども、はい、十分可愛いフリルに、ね、なりました。大人可愛い感じになっています。はい、フリルがなくてもねかっこよかったんですけど、私はねフリルをつけて、はい、ちょっとね楽しい気分になるようなバッグにしたかったのでフリルをつけてみました。はい、でフリルのねあの幅なんですけれども、長編みが2段の幅ですね。はい、およそそうですね 4.5 センチぐらいの幅になりました。これはお好みだと思いますので、1段2段3段ぐらいでお好きな幅に編まれるといいのかなと思います。それから、ここのね段数をね長さをお伝えしたんですけど、段数をお伝えしていなかったなと、はい、先ほど思いましたので、ねどこからお伝えしたらいいのかな。この長編みですね、ここが模様模様細編みがあるので、長編みの段数は 1,2,3,4,5,6,7,8,9段10段ですね。はい、側面の長編みは10段、確か、長さが25センチぐらいでしたね。はい、だいたい25センチ、26センチぐらいの高さになっています。毛糸で伸びますので、およその目安となさってください。で、そこがねこうです。かわいいです。もうね、なんとなくこういう模様にねしてみたかったんですね。でもね、内側から見るとねその模様そんなにわからないんですけれども、はい、こうやってみるとねすっごいかわいいです。はい、なんかこういう模様側面にあるバッグもいいかなともね思いました。編みながらね、かわいいです。こうやってね折りたたむこともできるので、はい、いろいろね収納もしやすいですね。はい、それではね、ハンドルをつけていこうと思います。でまずねハンドル、冒頭にご紹介したハンドルだったんですが、改めてご紹介します。こちらの編み方は1本の動画にまとまっています。はい、ぜひそちらをご覧になって編んでみてください。で今回はここが細編みで4段編んだ四角いものになっていて、今回はバッグの内側にこのようにね縫い付けます。でそちらのこの編み方を、徹底解説している動画では、ここをさらに丸く編むやり方をご紹介しています。丸く編んで外側にねつけるときには丸いのも可愛いかなと思うので、はい、その編み方もそちらの動画でご紹介しています。はい、お時間を見つけてぜひねご覧になってみてください。こちらは細編みの足の引き上げ編みで編んでいます。6目1段ですね。はい、でこちらは、かぎ針を7号で編みました。レース糸を引き揃えていますので、しっかりした編み地になりました。で毛糸ですので当然伸びますので、はい、そして荷物を入れたらさらに重さで伸びるということになりますので、あまりね希望の長さより十分な長さで編んでしまうと思ったより長かったっていうことになりますので、はい、伸ばしてみて長さも確認されるといいのかなと思います。で私の場合ですね、はい、編み上がりが50センチだったんですね。はい、はい、編み上がりが50センチです。で、伸びることを想定して50センチで留めました。はい、荷物を入れれば入れるほどね、伸びますので、はい、あまり最初から長すぎるとね、すごく長いバッグになってしまうかなと思います。今回私は、片側の肩にこう取っ手を2本ねかけて使うことを想定しています。はい、このような感じで、はい、肩にかけて使う、もしくは手を入れて使うということを想定して、はい、この長さにしました。皆さんもお好みの長さに編んでみてください。そして、ここにね編み終わり編み始め両方にね糸始末用の、はい、剥ぎ合わせ用の糸をね残しました。はい、大体そうですね40センチぐらい残しています。これに針をつけて本体にまつりつけていこうと思います。ではね、まず印をつけていこうと思います。で耳を決めたらマーカーで印をつけていきます。はい、でまずね耳だよの印をつけます。
そしてぺたんこにして、ちょっとね、はい、ぺたんこにして反対側にも耳だよの印をつけます。よいしょ、はい、両側にね、はい、だいたいここが左右かなと思うところにね印をつけました。で今度はこんな風に構えて、はい、ここを合わせて、ここがバッグの正面の中心っていうところですね、はい、中心だなというところにマーカーをつけます。反対側も同じように中心だなというところにマーカーをつけます。はい、はい、これを目安にハンドルの付け位置を決めていきます。で元にね戻しました。こちら側がまた耳になって、今印をつけた正面です。でこれをねまた合わせてちゃんと東西南北均等か確認します。はい、均等でしたね。そうしましたらここを中心にハンドルの付け位置をどの辺かなと、はい、決めていきます。でこういう感じでバッグの内側に針と糸でとじつけていくんですけれども、はい、こんな感じですね。はい、好みですね。こう広くつけても可愛いですし、はい、こうでもいいですし、ちょうどね、私今回はこれの真ん中ぐらいにつけてみようかなと思うので、真ん中にもねちょっと印をつけてみようと思います。紫と紫のマーカーの真ん中のところにピンクのマーカーをねつけてみます。でこっちも、はい、今ね社長さんが膝でいびきをかいて寝ていらっしゃいます。聞こえますか？はい、いびきでした。ね、最近膝で寝るのが彼のマイブームみたいなんですよね。ソファーで寝てくれないんですよ。で、このようにハンドルの付け位置にしたいなと思うところに今ピンクのねマーカーをつけているところです。はい、つけ終わりました。ここが耳、はい、ちょっと逆さまにして、はい、はい、ここが両耳、ここが中心です。で今ねここでいいかなと思ったこの半分のところにマーカーをねつけてみたので、ハンドルを入れてみます、ね、はい、こういう感じですね。はい、いいかなって感じですね、はい、はい、良さそうな感じがしますので、はい、これでねやっていこうと思います。はい、皆さんもねお好きな感じで、ただまあ均等がいいと思いますので合い印をつけていただいてという感じです。でこちら側ね、はい、これはね細編みが、6目4段ありますので、ここをねこの上の長編みのところに当てて、はい、縫っていこうと思います。はい、フリルまで一緒に縫わないようにね、はい、こういう感じですね。はい、でここに待ち針やとじ針なので
仮止めをしますね、はい、こちらも同じです。この開き口の方ね、筒の開いてる方を伏せるようにここに置きますね、はい、そして表のフリルを一緒に縫ってしまわないように仮止めをして、はい、このような感じでね仮止めをします。ではね、ここの縫うところをやっていこうと思います。一周周りを、かがっていく感じですね、はい、まつりつけるという感じです。で、編み始め編み終わりの糸がここで始まっていますので、こんな風に巻いていって巻きつけて、そしてここのところもこことここをまつりつけて一周する感じですね、はい、ではやっていきます。ちょうどこの細編みの、はい、足があるの、足じゃない、細編みのバックバーがありますね、はい、この辺にもうね、こういう感じで普通に押さえ方という感じでまつりつけていきます。この辺の1本と細編みの頭という感じでしっかりね、はい、荷物を入れるのでしっかりキュッと、はい、絞りながらやっていきます。ここはね、ちょうどフリルでね隠れますので、はい、あんまりね神経質になる必要はないかなと思います。ちょうどねフリルで綺麗に隠れますので、はい、ザクザク縫って丈夫に仕上げていきましょう。はい、フリルをね縫ってしまわないように。手をね、フリルの下に手を当てておくといいかなと思いますね、はい、で編み地のどこか1本を取りながらハンドルのこの細編み部分をね縫い付けていきます。はい、そしてこちら側ですね、はい、ここもこう開いてますので、はい、こういう感じで編み地とハンドルの縁のあたりをしっかりね縫っていきます。ね、綺麗にね塞がりました。こういう風にね V に開いていますので、はい、綺麗に塞がったかなと思いますね、はい、社長さんね、すごいいびき書いてます、はい、うつ伏せにしてますね、はい、とてもねあったかいです、はい、一周してきまして、はい、綺麗にねちょっと外しますね、はい、綺麗にね縫うことができました。あとはねしっかりこの辺にぐし縫いをしておいたらいいかなと思いますね。とても丈夫にねしつけることができたかなと思います。表からね見てみましょう、はい、後ろはねこういう風になって、はい、ここがつけたところですね。あ、全くわからないですね、はい、つけたこの辺ちょうどねここにつけているんですが、1本ずつすくってしつけたのでね全くわからず、とっても綺麗にね
つけられました。丈夫ですね。はい、それではね、残り3箇所作ってきます。はい、ハンドルのね、縫い付けが無事に終わって完成しました。はい、こんな感じでね、縫い付けました。はい、とじ針でね、まつりつけるだけなので、とってもね、簡単でした。そして縫い付けのところね、後からこう見てみても全くね、わからないんですね。この辺とこの辺なんですね。こっち側もここと、それからここなんですけど、はい、表から見る限りはね、全然大丈夫という感じ。かわいいね、キラキラの、キラキラのフリフリが、はい、完成しました。結構ね、大きいサイズにしたので、はい、物が増えそうな日はいいなと思います。私が出かけるときはもう本当にね、スーパーと病院なんですけれども、はい、お薬とかね、もらうから、これ一つでね、出かけられるなと、はい、思いますね。レース糸を引き揃えたのは、キラキラが綺麗かなとも思ったんですが、毛糸の編み地が丈夫になるというね、良い効果がありましたので、今後もね、毛糸のバッグの時にレース糸を引き揃えるっていうのはね、やっていこうと思いますね。刺繍糸を引き揃えたバッグの時もすごく丈夫になったのが分かったので、コットン糸を引き揃えるのはね、そういう意味ではね、いいなと思いました。今回一本取りですけれども、なんていうのかな、頼りないような感じはなくてね、とっても丈夫にできたかなと思います。もうね、中もね、キラキラです。はい、もうね、フリルもね、はい、毛糸があったらもう一段ぐらい足したいなと思ったぐらいだったんですけど、ちょうどね、毛糸が終わってしまったので、これで、はい、なんとなく切りがいいような感じで終わりました。レース糸はね、途中で終わったんですが、そのままね、編み進めました。なので、フリルの部分には強度がなくてもいいので、レース糸をね、入れなくてもいいのかなと思います、最初からね。はい、という感じでできました。ちょっとね、肩にかけてみます。すごいね、ふわふわで握り心地がいいですね。肩にかけてみます。あ、いいですね、抜群の安定感がありますね。はい、とってもね、口が広くなったので使いやすくなったかなと思います。でね、例の儀式をやりたいところなんですが、社長さんがね、ずっと寝てるんですよ。社長さん、ちょっと起きてくださいよ、社長さん。もうね、朝からずっと、はい、寝ていました、この人ね。ちょっと、よいしょ。はいはい。はい、社長さんです。思いっきりテーブルの上にね、乗っちゃいました。社長さん、カメラ、ご挨拶して。ご挨拶、できた？うん。社長さん、今日はね、社長さん最近くっついてばっかりでね、床に下ろすとよじ登ってくるんですよね。うん、それで今日もね、もう朝からもうずっとくっついてきてまして、ずっと膝でね、朝からご飯の後ずっと寝ていましたね。社長さん、母ちゃんのこの1周年記念のキラキラバッグどう？興味ないの？興味ないの？興味全然ないみたいですね、バッグには。はい、社長さん、このバッグどう？もうね、全然バッグにはね、なんでしょうね、一目でわかるのかな、寝れないって。でね、社長さん、ちょっとね、入ってくれませんか？よいしょ。うんうん、入ってみて、バッグに、母ちゃんのバッグに入ってみて。よいしょ、入った。うん、入っちゃったね。あら、社長さん、判決ですけど、はい、判決ですね。社長さん、もうちょっと上手に入ってくれる？うん、入った。入りました、社長さん。はい、入ってくれました。そう、社長さんがね、すっぽり入るぐらいの大きなバッグになっていますね。社長さん、今日ね、リカチャンネル編み物部1周年なんですよ。1周年、記念にこのキラキラバッグ編んだんですけど、社長さん、これに入ってお出かけする？うん、そう。あ、これに入ってお出かけするには賛成のペロペロをいただきました。はい、よかったです、ね、後でね、女子マネさんにも試着をしてもらおうと思います。
はい、今日はちょっと、はい、社長さんここにねおりますので、はい、ね、これは見ながらね1周年いろんなことをね考えていましたけれども、本当にね皆様のおかげで1年間ね頑張ってこれました。また今日から、新しくねもう1年頑張ろうという気持ちで、またこれまでと変わらず楽しく楽しく、はい、とにかく楽しく編み物をするということを一番大切に、これからも動画を続けていこうと思いますので、引き続き応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。今ね社長さんもペロペロに夢中なので、はい、すいません、後でまたね撮ってみましょうね動画ね。はい、それではまた、次の動画でお目にかかりましょう。ひらりかわでした。チャンネル登録もお願いします。はい、社長さんねもうなんか寝ぼけていましたけれども、膝の上でねもうずっと朝ごはんの後からずっと寝ていましたね。社長さんこんにちは、こんにちは、後ろんぷりなの、こんにちは、こんにちは、こんにちはしないの、そうなの、こんにちはできないの、うん、そうなんだ、今日はこんにちはっていう気分じゃないそうですね。はい、でそんなことはないんだ。社長さん、そのバッグ母ちゃんね1周年記念に編んだ記念のキラキラでフリフリのバッグなんですけど、どうですか、バッグどう、うん、まあまあ、まあまあなのね。まあまあだそうですね。母ちゃん結構頑張ったんですけど、まあまあなんですね。はい、じゃあ今日は雨だけど今度お天気いい時にそのバッグに入ってお出かけする、うん、してもいいの、そうなの、入ってお出かけする、あ、そうなのね、したいのね、わかりました、うん、じゃあ今日は試着してくれたのでギャラあげようと思うんですけど、どっちがいいかな、チーズ、かつおだし、かつおだしのクッキーでいい、違うの、チーズがいいの、あ、チーズがいいのね、はい、わかりました。じゃあ今日はねチーズを2つあげましょう。社長さんがね降りてくれましたので、はい、朝日もね持ってきました。何個入るでしょうね、結構入りそうですね、底面積広いから。入れてみます。朝日もね11センチが直径で高さが16センチあります。あ、3つはね入りそうですね、あ、3つ入りましたね、縦に3つ入りました。あとねペットボトルが1つ1本ぐらい入りそうな感じですね。三国用になりました。はい、三国用も入ると十分なキャパですね。はい、このようにねできておりました。はい、豊島根さんに持っていただきました、はい、こんな感じですね、キラキラで可愛いです。